桃太郎電鉄シリーズ桃太郎電鉄16北海道大移動の巻桃太郎電鉄16北海道大移動の巻はハドソンが発売したゲーム桃太郎電鉄シリーズ第16作 PS2 では最後のそれ以外のハードでは初の桃太郎電鉄シリーズである本作ではサブタイトルにもある北海道大移動という大型イベントが 搭載されており、ある条件を満たすと、ゲーム中に北海道が四国沖に移動するイベントが発生する。また、ゲーム開始時のオープニング映像として、青森県五所川原市で行われる五所川原立年武田にて、桃太郎電鉄立年武田が登場する様子が収録されている。その関係で、本作のマップの青森県内に五所川原など3つの物件駅が追加されている。 PS2 版の発売後に w i i 版 Xbox 360版が発売されたことによりスーパー桃太郎電鉄2以来から約12年ぶりに桃太郎電鉄の1作品が3機種で発売された。また、電化版として2009年2月5日にプレイステーション二2版が2010年4月22日に w i i 版が発売された。任天堂の家庭用向けとしては 12以来であり、マイクロソフトの家庭用ゲーム機向けとしてはシリーズ初である。なお、Wii 版、Xbox 360版では PS2 版からゲーム内容に一部変更や追加点がある。詳細は以下の通り。16年目12月に強い寒波が冬に北海道を襲い始める。寒波発生中は北海道に近づくと吹雪が巻き起こる。 17年目12月になると、北海道の物件から臨時収入のイベントが発生しなくなる。そして、18年目6月になると、夏にまで寒波が発生し、その時点から北海道内のマスにいると、カードが使用不可能となる。そして20年目以降の11月に誰かが北海道に入ると12月に一際強力な寒波が発生する。その翌月に、 北海道全土が完全に凍結し、北海道へのルートも封鎖される。翌年度に凍りついた北海道を四国沖に移動させて氷を溶かす計画が始動し、7月に北海道の移動が終了すると回答され、北海道にいたプレイヤーと物件は元に戻る。その上で、年月が経過すると寒波が去って跡地に浮かんでいた氷が溶け、北海道が 元の場所に戻るイベントが発生し、一連のイベント、北海道大移動は完全に終了する。太字、目的地になる駅。全国編初登場の駅。再登場の駅。ゴールドの日本列島大爆発イベントで沈む駅。これまで別の種類の駅だったもの。ゲーム途中で追加される物件駅。特別カード売り場。36年目以降登場。 北海道大移動イベント発生中のみ追加される港駅。ありがとうございます。